ぱりその自分がいた、僕はそのサカナクションのライブにマニピュレーターとして参加してるんですけど、多分おそらくほとんどのマニピュレーターの人がステージの袖とかでオペレートされてると思うんですけど、まあメンバーの意向で外でやってほしいと、 FOH の中に入ってやってくれっていうことで、まあずっと FOH でやってるんですけど、まあそれをやることによってずっとライブ中もみんなとお客さんと一緒に聴いてるんで、でそこの空間をやっぱりしっかり再現できるっていうのはアトモスはいいなっていうのはありましたね。天井からやっぱ音が鳴るっていうのって、まあその子どもの時とかに例えば喫茶店とか洋服屋さんとかで上から鳴ってたりしたじゃないですか。だからそういうなんかそういう時も、あ、上から音鳴るのってすごいなって思ってたら、時代的にもうそれが商品になるみたいなところまで来てて、前のステレオだけじゃなくてそういうものがプラスされるっていうのは空間っていうところをしっかり表現できるんで、まだその始まったばかりだとは思うんで、いろいろまあやり方はこれからどんどん出てくるとは思うんですけど、いろいろ試して使っていけたらなっていうのはありますよね。天井は、あの時はオーディエンスのマイクを振り分けたのと、その天井の方を狙って撮ってるオーディエンスのマイクもあるんで、そういうのを振り分けたりとか、あとはリバーブのリターンを置いたりとかですね。おそらく全部その計算して置いていっても自分が聞いてるものとはずれてるとは思うんで、そこはまあ聞きながら調整してやっていったっていう感じですね。まあやっぱりその音楽のミックス作ってると基本ステレオじゃないですか。でだからこうスピーカーにバンってこう囲まれて真ん中に座らされた時に一回こう頭が真っ白になるんですけど、あれこんなにあって何したらいいんやろうっていう状態にはなるんですけど、まあやりながら一つコンセプトだけ決めたら、まあそれに向かっていろいろ試していくっていうぐらいでしたね。やっぱり一つ一つその一曲一曲によってイメージってやっぱ絶対あるし、でもそれでこうライブ通して全と一緒じゃないといけないっていうこともないとは思ってるんで、まあ一つ統一感は絶対にこう、まあそれこそ空間っていうもので統一感はありつつ、その楽器ごとだったり曲ごとのアプローチは変えていったんで、そういう印象になったのかもしれないですね。サカナクションのライブ自体が結構長いとは思うんで、普通のロックバンドにしたら、だからその辺はやっぱりこうBPM の緩急だったりとか音圧感だったりとかっていうのはすごく気にして考えながらリハーサルしてセットリストを作っていくんで、まあそれに準じて作品も作るみたいなところですね。多分とりあえずみんな一回は、まあ、ミックスエンジニアだったらやるであろうギターソロをまあ、ぐるぐる回すっていうことはやったんですけど、まああとはだんだんこう上に上がっていったりとかっていうのはやりましたね。5.1 が基本のサラウンドとしてあったとしたら、スピーカーの数が少ないんで5.1番、そうですね。でそのサカナクションのライブ自体が6.1、まあセンターなしの 6.1、 基本的にそのライブだとセンターってステージがあって照明があってってなるんでスピーカーが使いづらいんで、でまあ 6.1 でそのサイドの置き方が、結構真横にずらーっとこうスピーカーが置かれるんでかなり迫力があるんですよ、会場自体は。ただそれが 5.1 だと
前と後ろの間に置くしかないってなるとちょっとその音像としてふわっとしてしまうんですけど、まあ、アトモスでスピーカーが増えれば増えるほどだったり、まあ、オブジェクトを使って定位感しっかりできるんだとしたらその辺はすごいつながりもよく迫力あるっていうふうには感じましたね。まあ、僕はその時間かなっていうのはすごく思ってて、まあ、例えば目の前にあるスピーカーフロントスピーカーからはしっかりとこうオンマイクを出して、まあ、それこそ天井からはしっかりアンビ出したりとか、そういう今まではこう目の前で演奏してるみたいなことが結構いいみたいな感じにはなってましたけど、ちゃんとそこにこう臨場感を持って音楽を聴けるっていう風になるんじゃないかなっていうのは思いますけどね。スピーカーがステレオだと2つしかなくて、その中で近いのと遠いっていうのでやってたんで、両立してるといえばしてるとは思うんですけど、ここから目の前のスピーカーからは近いものしか出てなくて、それを補う、距離、あとは距離と時間を補うものが後ろと上にあるっていうのでいくと、まあ断然アトモスの方がそういう臨場感は表現できるんじゃないかな。